化とか、うん、あ水分補給になるようなもの、和なしとか。へえ。で冬は風邪ひくから、うん、ビタミン C の多いものが多いじゃん。あイチゴとか、イチゴとか、うん、みかんとか、うん、まあ、季節に合わせてそういうものを食べてれば1年間体がいいんだ。ちゃんとうまくできてんだね。俺ちょっと俺初めてや、牡蠣食ってうまいと思った。これ最高です。これすごい。今まで食ってきた牡蠣に謝れよ。ええやん、なんだ。今までのもうまいけどそれ超えてきただけやん。だって牡蠣食ってうまいと思ったの初めてって言ったじゃん今。謝りなさいよ。せでも戻るな、安定してる、うん、すごい。何なの今これが。うまい。いや分かるわこれは。なよな、巨峰のようなあのしつこいベタベタの甘さでもないね。巨峰に謝りなさいよ。ええやん、しつこいベタベタがないわ。あるやん甘さとさ。じゃあ一生巨峰食べないでください。すいませんでした。